支流信号所は、かつて、愛知県壁海軍支流町にあった、名古屋鉄道名古屋本線の信号場支流信号場と表記されることもあった。名古屋本線と名古屋鉄道三河線を結ぶ、支流連絡線が、当信号所より分岐していた。廃止後も、長らく信号所の番屋等も損置され、唯一あった踏切の河川すら束ねた状態で、放置されていたが、 後年になって、名古屋本線との分岐器が撤去され、河川柱も地流連絡線部分をまたがない、新しいものに変えられ、2019年現在、レールは撤去され、敷地は売却され、痕跡が見当たらなくなったものの、唯一あった踏切状の伏線分のレールのみ、そのまま残っている。三河鉄道地流駅と愛知電気鉄道、新地流駅がそれぞれ開業。 延伸した時には両線を結ぶ線路は存在していなかった。後年になって、アイデンが新地流、牛玉から分岐して三鉄地流駅に至る地流連絡線を敷設し、その時に設置されたのが東信号所である。地流連絡線は貨物線として建設されたため旅客列車の設定はされなかった。しかし線路と号によって両線が名鉄の傘下となると、三河線。 名古屋本線との旅客連絡が重視されるようになり、1950年には地流連絡線を介した大浜港から新名古屋方面との直通列車が設定されるようになった。ただし配線の関係から東信号所で列車をスイッチバックさせる必要があり、その入れ替え運転に10分程度の時間を要していた。また、入れ替え時間中は名古屋本線上を直通列車が占領しており、 渡り線の平面交差もダイヤ状の障害となっていた。この問題は1959年に現在の地流駅が開業したことで解消され、旅客列車はすべて新線経由で名古屋方面に直通するようになった。ただし、地流駅には貨物駅としての機能が備えられなかったため、刈谷方面へと向かう三河線を呼び、名古屋本線の貨物列車は新線を経由せず、 引き続き地流連絡船や、重原三河地流間の急船を走行した。その後、1984年に、名鉄が三河線、名古屋本線の貨物輸送を廃止したことで、まず同年1月に三河線急船が廃止され、同年4月1日には、地流連絡船も廃止された。地流駅の変船廃止後の地流連絡船注釈、ABC 地流連絡船について、 今尾では三河線の項目に記載されているが、沢田は P142 にてアイデンが開業したと指摘している出店分岐点に関するカテゴリー。ありがとうございます。